弥生です。今日は髪の毛をここまで切って刈り上げます。今日髪の毛を切る理由は、人生に一度バッサリと切ってみたかったからです。でこれだけバッサリと髪の毛を切るのは10年ぶりです。ちょっと緊張半分、楽しみ半分な気持ちです。髪を切ることは友達には言ってきました。そんなに切らなくてもいいんじゃないというふうに言われました。で会社の方では、髪を切ることは言っていないので、多分出社したらびっくりされるじゃないかなと思います。